JR 大宮鉄道フレあイフェアは毎年5月の第4土曜日に埼玉県埼玉市大宮区にある東日本旅客鉄道大宮総合車両センターと日本貨物鉄道大宮車両所が共同で開催する鉄道イベントである。2014年より埼玉市と大宮総合車両センターの共同主催となり鉄道の街大宮鉄道フレあイフェアと解消した。 JR 東日本主催 JR 貨物協賛のイベントで2001年から毎年5月の第4土曜日に開催されている。2014年から埼玉市が本市の持つ鉄道文化や鉄道の街大宮を広く PR し、合わせて市内の地域主源の情報発信を行い、大宮駅周辺の商店街、商業施設の誘客を促進し、 地域経済の活性化を図る目的で、同志も主催者として、イベントを同日に開催するようになったことに伴い、車両センター、車両所だけでなく、大宮駅構内及び周辺も会場となり、西口町中会場として、駅周辺の一部店舗や公園、東口町中会場として、地元商店街でもイベントを開催している。入場料、無料、車両センター会場。 9時30分15時30分、街中会場、9時30分16時主なイベント、展示内容を下記に示す。ただし、毎年下記の内容を実施するとは限らない。現名称になる前から行われた車両などの、展示内容の歴史を、現名称前、現名称、鉄道の街大宮鉄道フレアイフェアと分けて下記に、表記する。1991年名称。 大宮鉄道祭り、主催、JR 東日本、大宮市、交通博物館1993年名称、JR 大宮イベント93主催、JR 東日本大宮工場、JR 貨物大宮車両九1994年名称、鉄道の日誕生プレイベント、新旧つばめの出会う時主催、日本交通文化協会、鉄道ともの街道年大宮工場100周年、 記念行事として、開催名称、JR 大宮イベント、大宮工場100周年主催、JR 東日本大宮工場、JR 貨物大宮車両所1995年より、現名称となり、JR 東日本大宮工場主催、JR 貨物大宮車両所協模様子で開催。 九百九十五年、九百九十六年、九百九十七年、九百九十八年、1九百九十九年、二千年、二千一年、この年から毎年五月の第四土曜日に開催するようになる。また、この年は大宮支社が設立され、それも記念して開催された。二千二年、二千三年、二千四年、翌月一日に大宮総合車両センターへ改称されたため、 大宮工場の名では最後の開催となった。2005年前年の6月1日に大宮総合車両センターへ改所その名称での初めての開催。2006年2007年この年の10月14日に開館した鉄道博物館に先駆けた車両の展示があった。2008年2009年2010年2011年。 東北地方太平洋沖地震の影響で一旦中止が発表された。2012年2013年2014年より JR 東日本大宮総合車両センター、埼玉市主催、JR 貨物大宮車両所協催となり、鉄道の町大宮鉄道フレアイフェアと解消して、開催2014年この年より、埼玉市が主催として加わったため、名称変更と会場が、 車両センターと大宮駅構内、東、西口周辺の4会場へと拡大した。2015年、2016年、2017年、2018年今までに展示されてきた車両を車種別に表示する。ありがとうございます。